はいどうも MJ です。今回はテレビはもうオワコン化します、芸能界はこれからこうなるというテーマでお話ししたいと思います。これから俳優声優になりたい、もしくは今現在俳優声優として活動しているという皆さん、ぶっちゃけます、テレビはもうオワコン化します。どういうことか言います、テレビなくなります。今テレビっていう箱あるじゃないですか、こういうモニターあるじゃないですか、このテレビ番組がほとんどなくなって、でこのテレビとかを使って YouTube を見たり Netflix を見たり、そういった時代がやってきます。まあ、これは僕の予想なんですけれども、5年後か10年後かすでにテレビなくなってネットが主流になります。え、なんでテレビオワコン化するの？え、テレビオワコン化したら俳優声優の僕たちどうなっちゃうの？気になりますよね。皆さんが気になっていること全部お答えしたいと思います。ということで今回の動画はね、なんでテレビはオワコン化するのか、テレビがオワコン化するこれからの時代、皆さんどうやって芸能活動していけばいいのかというお話をしたいと思います。ちなみに僕のこのチャンネルは芸能の攻略情報を毎日投稿しているチャンネルです。で、不定期で MJ がライブ配信をすることがあります。で、ライブ配信では無料で個別の相談をすることがあるので、ぜひこのライブ配信で MJ さんに相談乗ってもらいたい。そんな方はぜひね、見逃さないようにチャンネル登録しておいてください。不定期なので見逃すと相談できません。はい、ということでチャンネル登録お願いします。はい、じゃあまず結論なんですけれども、テレビは衰退しますから確定です。で、まあ、確定じゃないけど、僕の予想なんですけれども、99% 衰退すると思ってます。はい。で、ネット主流になるという予想。じゃあ、そんなネットが主流、テレビなくなる時代にこれから芸能界どう変わるのかっていう話と、まあ、俳優声優の攻略を話していく。まず、テレビが衰退する3つの理由、皆さんにお教えしたいと思います。テレビ衰退理由、1番目こちら。2019年の段階で、ネットの広告費がテレビの広告費を越しました。広告費っていうワードを知らない方もいると思います。広告費っていうのは、要は企業さん、会社が CM を打つためのお金ですね。例えば洗剤あるじゃないですか。ちょちょいのちょいやで、みたいなジョイの CM を打ったり。まあ、あとはじゃあなんか僕コーラ好きなんで、コカ・コーラの CM 打ったりとか。それってどういう仕組みでお金払ってるかっていうと、じゃあコカ・コーラ社がね、商品を売るためにお金払うんですよ。で、こうテレビでコーラの CM が流れる。そしたらコーラがね、みんな見るじゃないですか。コーラ美味しそう飲もうって商品が売れる。こういう仕組みなんですね。なので、企業さんは、こう、広告費をテレビに払う。そうするとテレビがドラマとかやるじゃないですか。ドラマやって人を集める。で、CM 挟む。で、CM みんな見る。で、コーラが売れる。こういう感じなんですね。で、この広告費、今、テレビよりネットの方が、多いんですよ。つまり、企業さんがもうテレビで CM 打つよりネットで CM 打とうってなってるんですよね。要はコカ・コーラがいつもはテレビで CM 打ってたけども、ちょっとネットで CM 打とうってなってくるんですよね。これ、進むとどうなるかっていうと、もうすべての企業がテレビじゃなくてネット、まあ、すべてとは言わないんですけど、テレビも一応残りはするかもしれないですけれども、ほとんどの人がネットの広告費にお金を使う。で、テレビに広告費が回んなくなる。つまり、テレビの制作資金が減って、ドラマの制作資金が減って、バラエティの制作資金が減って、で、テレビは衰退。こういう流れが来るんじゃないかなと、まあ、僕の予想ですが、予想しております。ただ、ほとんど当たると思うんですよね、この流れを見る。まあ、もう実際に2019年の段階でネットの広告費がバーンってね、越しちゃったんで、これは事実です。はい。なので、このまま進んでいけば、もうネットの方がいいじゃんってみんななってって、テレビで CM 打てなくなるんじゃないかな、みたいな。そんな予想です。まあ、これはね、予想なんですけどもね。続いて2番目。じゃあ、テレビが衰退する理由2番目。スポンサーは利益を求めてます。で、テレビは売り上げが上がるか経費もかかる。こういった理由ですね。じゃあなんでネットの広告費が上がったのかっていうと、そもそもスポンサーっていうのは利益を求めてます。売り上げを上げることよりも利益を上げることを求めてます。これ売り上げと利益の違いがわからないと思うんです。解説します。じゃあ例えば、テレビの CM に5000万かかるとします。じゃあコカ・コーラ、5000万円かけてテレビの CM でコーラを宣伝しました。そしたら、1億円分売れました。だったら、やったー !1 億円分コーラが売れたー、やったやったー、売り上げ上がったーってなるじゃないですか。ただ、この時、利益ってのは5000万円なんですね。それはどういう計算式かっていうと、売り上げの1億、マイナス広告費の5000万円、イコール売り上げ5000万。これが、テレビです。一方、ネットは、今の数字は0です。コカ・コーラ社がこの数字でやってるよってことじゃないです。これは0です。で、一方、ネットはどうなるかっていうと、これネットも数字0として言うんですけど、例えば、コカ・コーラ社が1000万円で広告打ちました。コーラの CM 出しました。その結果、売上が7000万円でした。わあ、7000万円売れたってことですよね。じゃあ、売上だけ見たときに、テレビの方が売上は上です。1億円売上と。ネットは7000万売上と。あれ
売り上げで見ただけ見たらこうテレビの方が上じゃん。なんだけれどもテレビはそれ以上に経費かかるんですよ。テレビって経費が5000万かかりましたよ。ただネットだと1000万で済むんですよ。つまり利益はじゃあ7000万引く1000万なんで利益6000万円なんですよね。つまりスポンサーコカ・コーラ社的にはテレビで CM 打つと売上は上がるけど利益は上がらないと。一方ネットで CM 打つと売上はちょっと下がるけどでも経費も少ないから利益上がるじゃんっていう計算なんですね。でここの計算がわからない人はちょっと算数をやり直してくださいって感じなんですけれども、まあイメージとしてはこんなイメージです。だからもうスポンサーは利益求めてる以上テレビよりもネットで広告打った方がいいじゃんってなってるんですよね。はい。でなんならもうネットで広告打たなくても利益、テレビ CM の経費がなくなった分利益上がってるじゃんみたいな企業もあったりするので、もはやテレビ CM いらねえなっていう風に思ってる企業が多い。これも現実ですね。続いてテレビの衰退理由3番目、視聴者的にもテレビや SNS より YouTube の方が場所を選ばずに見れて手軽なんですよね。はい。皆さんどうでしょうか。皆さん今わざわざテレビでなんか情報収集しますか。例えばね、勉強したいときは YouTube 見て動画でね、俳優なり方って検索したら僕の動画出てきますよ。で、なんかエンタメ、ちょっと面白い動画見ようと思ったら、ヒカキンさんの動画、はじめ社長の動画、手軽にいつでも見れるじゃないですか。夜寝る前、ちょっと眠いなテレビ見るのあれだな、テレビ今面白い番組やってないな、YouTube だったらいつでも面白いの見れる。どっちが便利ですか？携帯なんですよ。テレビより、携帯の方が便利なんですよ。だからもう、ネットの方が、視聴者的にも便利なんですよね。だからもうテレビが見られる理由そんなないんですよ。はい。で、飛行機で例えます。テレビは飛行機。一方、ネット、要は携帯とかで見る YouTube、これはどこでもドア。どっちが移動便利ですか？どこでもドア一瞬でパーンって行けるじゃないですか。飛行機、なんか5時間とか6時間、7時間かけてようやくハワイ着きます。そういうレベルじゃないですか。どっちが便利ですか？どこでもドアですよね。こういう状況なんです。テレビで、何かを、ものを見るより、携帯で見た方が、皆さん思うと思うんだけど、便利じゃないですか。そういう時代だからもうテレビは衰退すると、今後。なので、テレビという箱は残っても、ここに YouTube とか Netflix だとか、そういうのが残ってくる。という時代になってくる。じゃあ、ここまで聞いて、テレビ衰退する可能性が高いんだ。俳優声優どうすればいいんだ。はい、これ結論をお教えします。これまでは、俳優声優ってどうやってデビューするかっていうと、芝居力をうまくしてオーディション行ってデビュー。これが今まででした。しかし、今は、数字でキャスティングされるんですよ。じゃあ今度スポンサー何考えてるかっていうと、とりあえずさっきも言ったように営利企業なんで利益上げたいんですよ。コカ・コーラをいろんな人に見てほしいんですよ。ってなった時に、ほぼこの数字を見るようになります。要はフォロワーが多いとかファンが多い、そういうタレントに CM 出てほしいみたいな、そういうタレントに、商品を宣伝してもらいたい、こういう風に考えます。だから俳優声優は芝居が上手いことよりも数字が上手いことの方がデビューする確率が高くなります。はい、そういったお話なんですね。まあ、ただ勘違いしちゃいけないのは、ドラマとか映画とかアニメとか出たいときは最低限の芝居力がないとダメですよ。それはもちろんです。はい、芝居ド下手な人が出たら作品自体が面白くなくなっちゃって、で作品自体が面白くなくなったらそこに来る視聴者もいなくなるので、最低限のクオリティ確保しないといけないんですね。だからこれはバランスなんですよ。演技だけ上手くて演技だけ100点で集客ゼロだと、これはこれで儲けにならない。で集客力だけ100点で芝居ゼロだと、これもこれで儲けにならない。でバランスなんですよね。で今のバランス的には数字の方が若干上、芝居力よりも数字の方が上、こういった現状です。はい。だから皆さんどうするかっていうと SNS をやってください。でコスパよく SNS をバズらせましょう。で令和の戦略は SNS でコストをかけずにアイデアでバズらせて先に数字を作ることです。勘違いしないでください。芝居をうまくしてからデビューじゃなくて数字を先に作ってからデビュー。もちろん数字を作ってると同時に芝居もうまくしていた方がいいです。じゃないとオーディションは落ちちゃうんでね。はい。で一番大事なのは世間のニーズに応えること。芝居は80点にして数字を作ってデビュー。でお金稼げるようになってから後で芝居にお金を投資すればいいです。レッスン行くと皆さん高いじゃないですか。大手の養成所とか行ったら月4万とかかかるんですよ。これバイトしながら4万払って勉強するの無理なんですよ。だからまずは SNS で数字を作る。で SNS で数字作れたらもう月100万とか入ってくるわけですよ、有名になるとね。でその100万からさ、月4万さレッスン払ったら痛くも痒くもないじゃん。でもお金がないのにレッスン費のためにバイトするってこれダメなんですよ。だからこういうことなんですね。だから皆さんはまずは SNS を頑張る、これが大事です。
ただ何度も言うんだけれども、芝居が0点のまま SNS やるんじゃないですよ。芝居も同時にやってても SNS の方が比率は上、こういったお話です。 SNS 全くやんなくて芝居やってる人は採用されません。こういう時代です。ということで今日の動画は以上です。ありがとうございました。最後まで勉強した方、コメントくれたら覚えておくのでね、よかったら、動画が良かったと思ったら高評価ください。あとはコメントお待ちしてます。今日の動画は以上です。バイバイ。